ソンジンジンチュクは、モンゴルの王族、政治家、中華民国、猛虎連合自治政府、内モンゴル自治政府等で活動した、松尾とも呼ばれる。1916年、ホチと、左端の抜き札勝となる。また、同期のタラ軍王に封じられた。1936年、チャハル省政府委員に任ぜられた。1937年10月、 蒙古連盟自治政府の成立とともに、孫神丸塾はこれに参加して、参議会参議に任命された。翌年3月、シリンゴル名副名長となる。1939年9月、蒙古連合自治政府の成立とともに、民政部,部長に就任した。1941年6月、民政部が廃止されたため、新設された、共謀委員会の委員長に転じた。 盲古自治区が崩壊した後の1946年、ウランフ率いる内モンゴル自治区運動連合会により、ソンジンジンチュクはシリンゴル名名長に任命された。翌1947年5月、内モンゴル自治政府が成立するとともに、ソンジンジンチュクは同政府参事長長長に任命されている。1948年2月19日、ウランホト市にて在職のまま病没。 去年64、ありがとうございます。